KDDI、KDDI 株式会社、KDDI、A、KDDI コーポレーションは、日本の電気通信事業者である。2000年に、第二電連、DDI、KDD、KDD、日本移動通信、IDO が合併し、株式会社、DDI、通称及びロゴマークは、KDDI として発足する。2001年4月により通称として、 使用していた KDDI を社名とし、KDDI 株式会社に社名変更し、2002年11月に現社名の KDDI 株式会社に変更。NTT の最大のライバル企業、いわゆる新電電、NCC の採用手として認知されているが、全身企業の一つに、合併時に多くのインフラや資産が継承された、旧国際電信電は国際電電、 KDD があり、1953年に国際通信網整備のために、旧電電公社から分離、設立された特殊会社であったため、事実上 NTT の兄弟企業とも言える。事業としては、国内、国際通信全般を手掛けており、主なものとして、当の電気通信益務を行う。また、旧 KDD に由来する NHK ワールド、 ラジオ日本や北朝鮮向け短波放送、潮風の電波を送信している八街送信所、茨城県小賀市や、国際通信を行う KDDI 山口衛星、通信センター、山口山口市、海底ケーブルなどを保有している。NTT グループに続いて、両事業において災害対策基本法に基づき内閣総理大臣の指定を受けた。よって、 災害時においては、他の指定公共機関同士の通信を優先的に確保し、円滑に行う義務を負う。なお、KDDI は、電気通信事業法不足第5条の国際電電、承継人であり、この規定により東日本電信電話、株式会社、NTT 東日本や西日本電信電話、株式会社、NTT 西日本と共に、 電報の事業に係る号の内受付及び配達の業務を行うことが認められている。女性活躍推進に優れている企業を選定、発表している経済産業省と東京証券取引所との共同企画である、なでしこ銘柄に第1回、平成24年度から6年連続で選定されている。 かつての主要株主、現在の KDDI は2000年10月1日にの三社合併により誕生した。合併は三社の主な株主であった京セラとトヨタ自動車の包括的な事業提携により実現した。2001年には沖縄を除く旧 DDI セルラー系携帯電話会社を統合した株式会 AU も吸収合併し、2005年には通貨各社を 2006年には業務提携相手の東京電力市会社の電力系通信事業者パワードコムを九州合併して今日に至っている。なお、合併発表時まで日本電信電話が旧 KDD の第3位株主として株式を8.42%保有していたためライバルが株主になることを懸念して合併までの間に NTT 保有分の株式の売却処分が行われた。また、合併後の出資比率の調整のため、合併直前に、トヨタ自動車によって、旧、第二電電へ、第三者割当増資を実施した。1987年3月に、トヨタ自動車主体で、日本高速通信、東京電力、中部電力の参加で、日本移動通信株式会社として設立。 当初は NTT と同じ非キャップ方式を展開したが、IDO は、米国政府、ある時は、モトローラ社からの圧力もあり DDI セルラーと同じくタックス、J タックス方式も導入、さらにデジタル、PDC 方式を導入。一時期は携帯電話の通信方式として3、方式を同時に運用していたため、ホストコンピュータ向きに竹を継ぎ足すような状態では、 あったが、1998年に改善された。事業者識別番号は国内向け電話、市内、長距離、携帯電話が0077、国際電話は001である。旧日本高速通信株式会社、TWJ、テレワや KDD へ合併由来の識別番号0070は、2002年6月末をもって終了し、フリーフォン、 事業者対象の通話料着信者払いサービスと DOD データオデマンドサービスいずれも0070番号の新規申し込みは受け付けていないのみに使用されていたが0070番号の使用期限入れに伴い2010年3月末にサービスを終了した。9第2電電株式会社 DDI 由来の国際電話の識別番号0078は 2004年2月29日をもって終了した。旧 KDD 株式会社、KDD 由来の国内電話、市内、長距離の識別番号001、1円電話は、2005年8月31日をもって終了した。なお、旧国際、電電時代から継承していた国際オペレーター通話0051は、利用者の激減に伴い2010年3月末で、 サービス終了予定であったが、サービスを改定した上で、現在も継続されている。また、現在西日本電信電話、NTT 西日本が使用している0039は、QKDD が、ホームカントリーダイレクト、相手国の電話会社のオペレーターに接続する、国際電話。海外から、日本なら、ジャパンダイレクトがこれに当たるで使用していたものである。 1970年代後半から1980年代後半に旧 KDD の日本国外での現地法人として、主に日本人、日本法人向けに開業したのが始まりである。主に国際通信サービス、国際電報、データセンター、テルハウスなどのシステムインテグレーション、アンドローミガやグロブリッジなどの国際通信網を活用した。 ICT インフラのコンサルティングを備構築、運用、保守、現地通信サービス導入時のサポート、隠し通信機器の提供、インターネットサービス、携帯電話の貸し出し、帰国時のサービス移行手続き、国際オペレーション2は、KDDI の海外におけるカスタマーセンター、ヘルプデスク業務、日本語対応などを行っている。詳細、KDDI 海外拠点紹介サイト、 KDDI グローバルソリューションビス紹介サイト。KDDI アメリカ、英文名称、KDDI アメリカ、インクは、1989年6月29日に、設立された、KDDI の96.8%出資、間接出資を含めれば100%の米国法人誌、会社である。電気通信業務を中心事業としている。ニューヨークマンハッタンに本社がある。 なお、データセンター業務を担う子会社に、テリーハウス、アメリカ社がある。KDDI 国際電報サービス、電ポッポは、当社によって提供されている。イギリスを拠点とする、現地法人。日本語、英語で通信サービス、ADSL インターネット、携帯電話、国際電話を提供している。KDDI の欧州、アフリカの統括拠点である。関連会社に、 テルハウスヨーロッパ、スイフトコール、英国内発の低価格総合通信会社がある。KDDI ドイツは、デュッセルドルフに本社を置く、現地法人。日本語、ドイツ語で通信サービス。ADSL インターネット、携帯電話、国際電話を提供している。KDDI フランスは、パリに本社を置く、現地法人。日本語、フランス語で通信サービス。 ADSL インターネット、携帯電話、国際電話を提供している。ロシアを中心に、東欧圏でのサービス提供を目的に設立。本社は、ロンドンにあるが、営業拠点は、2006年8月開設のサンクトペテルブルク支店。2008年7月には、モスクワ支店が開設されている。2001年10月19日、KDDI 中国。 北京外進む進む愛通信技術有限講師、英文社名、KDDI China Corporation を、KDDI80%、トヨタ通称20%の投資で設立。中国大陸には他に、上海、大連、新鮮、広州などに事務所がある。KDDI 台湾は、1999年12月24日に、 現地法人化された KDDI の100%出資の台湾法人誌、会社である IT サポートサービスを主な事業としている保守サービス、IT 関連機器販売、事務所通信環境構築、PHS 販売、ネットワークの構築、データセンター。KDDI シンガポールは1989年9月28日に設立された。なお、 2008年10月に海外データセンターサービス司会者テリーハウスシンガポールが発足している。事業内容は通信サービス、通信設備ベース免許保有。KDDI 香港は1988年に設立された KDD 当時の100%子会社。国際電話やインターネットサービスを香港において手掛けている。KDDI マレーシア。 2014年、住友商事とミャンマー国営郵便、電気通信事業体と共同で KDDI サミットグローバルミャンマーを設立した。2006年6月、KDDI の運営するインターネットプロバイダー、ジオン、現英 U ワンネットの保有する個人情報約40万人分が流出していることが判明した。流出した個人情報が2名の男により5月末、 KDDI に持ち込まれたことで流出が発覚。その後の調査や裁判の過程で開発委託先の社員の手により2003年12月に流出したこと、KDDI の提供するネット、決済代行サービスを利用する法人997社など、他にも流出があったことなどが明らかにされた。2006年9月には総務省より個人情報の適正管理を徹底し、 再発防止策を早急に実施する、要指導する、要行政指導が行われた。なおこの事件に対し、顧客への保障は原則行わないものとしている。詳細は、KDDI 顧客情報流出事件を参照。2012年末から2013年5月にかけて、重大な大規模な通信障害が続いた。これ以前にも2012年2月の KDDI に対する行政指導、 さらに同3月の総点検の実施が行われていた。しかしその後も改善されず、さらにデータ通信のみならず音声通話に無支障が出たことや、ユーザーのアドレス帳が消える事態も生じていたことを問題し、総務省より文章での指導と合わせ点検の結果と、再発防止策の取り組み報告、及び報告後1年間は、半年ごとに進捗状況を報告するよう知るべが、行われた。 高速通信 4GLTE サービス最大 75Mbps サービスについて2012年後半より 4GLTEiPhone を含む対応機種なら 4GLTE 受信最大 75Mbps の超高速ネットワークを実賃高カバー率6%に急速拡大2013年3月末予定と表示していたしかし iPhone 5で 75Mbps サービスにて通信できる人口カバー率は2013年3月末時点で96%どころか14%程度に過ぎなかった。2013年5月21日、消費者庁はこの事態を重く見て景品表示法違反と認定、再発防止と誤りの周知徹底の指導が行われている。 2013年10月頃より契約時に本来任意であるはずの有料オプションへの加入を強制される実態が数多く報告された。また一部有料オプションについても解約方法が不明瞭との声も寄せられた。KDDI はこうした販売方法は販売店側の判断によるもので KDDI の指示ではないと表明しており、同年10月28日の決算説明会では この指摘を把握しており、今後は店頭に改善を指導していくとしている。2016年秋に DNA のヘルスケア情報、キュレーションサイト、ウェルックが不適切な内容や不適切な引用で問題になり、他社のキュレーションサイトにも厳しい目が向けられるようになった。KDDI の子会社スパーシップは12月8日、同社が運営するノウハウ共有サイト、ナナピで、 内容の正確性を今一度社内で精査し直すために11月30日から一部の記事を順次非公開にしていくことを明らかにした。対象となったのは健康、医療、美容、育児、教育などのカテゴリーの記事約1万4000件でサイト全体の約10%に当たる。また、ユーザーのツイートによりユーザーが制作したにもかかわらず、 著者がナナピ編集部になっており、タイトルも勝手に変更されている記事があることが指摘され12月15日頃からネット上で話題になった。スパーシップはサービス運用上のミスだったとして謝罪した。ナナピの記事を転載した美容情報サイトリルーとの間の記事の移行作業での不適義はあったとしているが、 記事のタイトルが変更されたこと、元のユーザーの記事が非公開になっていたことについては説明されていない。2018年10月期において、レギュラーで提供する全国ネットワーク番組は以下16番組。大部分がバラエティ、もしくは音楽番組である。提供クレジットは基本 KDDI。レギュラー提供以外の提供クレジットは基本 PT 枠。 スポーツ関連番組など一部 au であるものが確認される。競合者も一緒に提供しているものは印で表記する。2018年4月期においてレギュラーで提供するローカル番組は以下3番組。提供クレジットは基本 au。一定規模の災害や au の通信サービス障害が発生した場合において通常の CM を自粛し、 AC ジャパンや災害用伝言版を告知する CM が放送されるケースがある。差し替えの範囲は全国ネットワークかローカルかはまちまちである。過去にあった主なケースは以下。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。